じゃあ、ペンドラに対しては、はい、お願いします。ペンドラ、僕がいつも使う、はい、鬼だ、鬼だ。あら、そこですか、やっぱ。そうです、フォア前。あ、さて、どちらにバックオフ出してもフォアで打てるんですよ、ドライブ、ドライブだから。そうですね。そうすると、ボロフになっちゃうので、で、ボロフ嫌だから、じゃあどうする、打たせないだけだね。あ、なのでバック前に打たせません。あ、バック前にもピシッと、はい、はい、で、プラス、今度は打たせる。あ、打たせる、はい、下回りながら持ち上げてくるから。あ、ごめんなさい、今、順下回りで切れてますよ。で、北の方でカウンターを狙う。で、カウンター、今度はカウンターできません。OK、カウンターできない。大丈夫。あ、それでバック、そう、それでバックつなぐ、はい、バック。これが伝説の右から左のサーブ。あ、まあ、ペンだとなおさらキック感じありますね。ペンの選手は一番キックです。なおさらこの攻め方、シークよりはペンの選手にはこれをキック、こういう形になっちゃう、はい、で中国の選手、ペンの選手が効かなくなって、通用しなくなったの時にも、こっちからこっちやられた。あ、めっちゃ動く、はい、伝説ですね。こっちにさせられて、こっちを回ったら普通粘るしかない。でも知らないから、こういう作戦なんです。あ、はペンの選手の作戦は、コースはこれです。あー、サービスもこれです。 ありがとうございます。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。